久しぶりですね、この感覚。のんびり見て回りませんか？あれ？この痕跡は確か…あ、リオレイヤの痕跡ですよ。あれ？これ、本当にリオレイヤの痕跡ですかね？プケプケ？なんでオオアリ塚の荒れ地に？やっぱりプケプケ！それに、なんだか様子が変ですね。相棒、プケプケを狩猟しましょう。この異変を調査しなくては。Thank you.
一同揃っているな。これより緊急作戦会議を開始する。古流調査の一段落もつかの間、調査班より気になる報告があった。このところハンターたちから見慣れたモンスターが思いがけない場所にいるという報告が多数上がってきているんだ。それだけじゃない。調査中に大怪我を負って帰還する例も増えている。彼らによると、退治したモンスターは従来のものをはるかに上回る強さだったらしい。それともう一つ、これは五騎団から報告してもらおう。先日、大蟻塚の荒れ地で不思議な痕跡を見つけました。リオレイヤのものと思われるのですが、そうとも言い切れず。大きさ、特徴、いずれを照らし合わせてもリオレイヤと微妙に符合しないんです。強靭なモンスターの出現といい、不思議な痕跡の存在といい、どうも偶然の出来事ではなさそうだな。総司令、どうします？よし、取り急ぎこの現象の調査を行うぞ。我々が行うべきことは二つだ。一つは各地に赴き強靭なモンスターを調査すること。今一つは五騎団が見たという痕跡を集めることだ。強靭なモンスターを調査しながら、この痕跡の有無に目を光らせてくれ。わかりました。探して集めます。いいな、勝手の違いを侮るな。見慣れた相手でも油断は禁物だ。以上、解散。各地で痕跡を探せ。女王とおぼしきモンスターを見つけ出すぞ。いいか。相棒、不思議な痕跡を探しましょう。あちこち行ってみるんです。探索とかフリークエストとか。